はい。タイトル読んでください。共振する創生。5箱開けていきます。前回と同じで、まず1箱開けて、封入率とか適当に見て並べてから、残りの4箱はバーンと開けて、その5箱全体の封入率見るぐらいの感じで、いこうかなと思います。あ、今回これついてくるんですよ。砲列からアタックできるとか、ダークナイトとか。これ嬉しいんだよね、ドライブプラス1。いつものカウンターにさ、ドライブプラス1ないじゃん。自家製とかね。いつも通り16パック入ってるので、3人で開けると、5?6。はい、正解。あざーす。じゃあ、お願いします。トップレアが、ベルリーナだね。ベルリーナ、エクスペクター。そうね。5箱買ったけどさ、ね、クランプ先生当たってしまえばね。クランプ先生が当たったら、まあ担当クランも私のものなので、ね、そうだよな。どっちのクランもあなただからな。ダブルレア以上とりあえず最初見ていくぐらいの。あーあー、例のクリティカルストーリーが SP 来ました。早い、もう早い、早い。デオチマン。これはイラスト的にもかなり好みなんじゃないですか。わ、ね、かるよでしょ。しかもケテルサンクチュアリだから、ま、六角に入れたらいいよねそれね。あなた六角組んでないけどね。はい、どうぞ。これイラストめっちゃいいよね。ね、超かわいい。これはトリプルレアのデスティアーデ。ブラッドゲートのトリプルレアです。噂になってたクリティカルトリガー来てます。ソウルに入れるクリティカルトリガー、これいいよね。多人の流砲ダスティン。ダスティン、ダスティン、トリプルレアのさ、このドラゴンエンパイアのなんか恥さらしみたいな値段してるよ。これは某ホニャララブログさんが、うん、YouTube チャンネルで紹介してて、デネブログじゃん。おい、やめろ。おへそ出しがとってもエッチっていうことで。あ、フジチョコ先生ね。フジチョコ先生はね。お、これダブルレアと SP で被ったね。そうだね。このカード六角くんか。そういう箱の当たり方もあるんだね。あ、なるほどね。ダブルレアでケテルサンクチュアリ主角種アンバール。お、これもダブルレアです。それいいよね。そうなんだ、そうなんだ。自分担当国家も知らないやつと自分担当国家しか知らないやつ、こんな感じで。最低限4週ぐらいしてこいや。いや、毎日今日のカード見てるはずなんだけどね。お、これが噂になってた。そうそうそう。あ、来ました。これ私が欲しいやつだ。イラストは全然好みじゃないんだけどさ、めっちゃ強いんだよね。序盤から焼きが能動的にね、起動効果でできるっていうので、あ、非常に優秀っす。ケテルサンクチャリだと今回これ一番入るんじゃないのかな。トリプルレア、今回ケテルめっちゃ多い ね。正直なんかあのもう一人のあの重い方はあんまりだけど、もしかしたらそれなら入るかなって感じ。ケテルなんか可愛いのいっぱいあります。じゃあ並べていきましょう。そしたら1箱目結果こんな感じになりました。 SP1 枚、トリプルが 1,2,3,4 枚、ダブルが 1,2,3,4,5,6 枚の頃が 1,2,3,4,5。 多分前回の封入率は全く変わらない。トップレアは当たんなかったけど、あ、まあ SP が綺麗だよね。六角組むなら入るの。これは六角組むなら絶対入る。あ、じゃあまあこれは六角を組んでいただくことになるということで。あの2枚も当たりましたし、ね、六角じゃなくても入る。バスティオにも入れようと思えば入れれるのかな。例のクリティカルトリガーがまあここ今画面上には出てないけど、まあ、4クラン分1枚ずつ出てるから、そういう意味では熱いのかな。あ、もうこのペースでいけば全部揃うってことしね。あ、前回さレアで3枚しか出てないカードとかあったからさ、あったあった。そういうのが今回なくなってればいいなとは思うね。ブラントゲートストイケア担当勢としては何がいいの当たりました。あ、正直なんだっけ、フジチョコ先生、フジチョコ先生のこれが当たってるのはでかいんだけど、カードの名前じゃねえんだよな。イラストレーターの名前。あ、そっか、今回あの新ライドラインのカードトリプルレアで何も来てないのか。そうなんだ。それちょっと痛いな。隕石系のカードもちょっと薄いから、正直新しいラインのカードがもうちょい来てくれたらなとは思うね。偉いな。偉いね。偉いわ。ちゃんと言ってくれるからね。そしたら次の箱以降はバーッと見ていって、 SP とか出たらそれなりにわーって反応して、最後ドンって全部並べましょう。 OK。 のどあめでも食べよ。勝手に食えよのどあめ。勝手に食うけどさ。なんかダークステイツのレアとこの早いな、お前なんか仕事が。仕事早い。あれパック分け終わってない。かわいい。やった。かわいい子が。前回と同じで、なんかダークステイツは絶対にちょっとエッチなこのグレード1になんか強い効果をつけるっていうのになってるんです。あら、いいですね。もう最高ですよ。あ、誰も組んでいないストイケイヤの
なんだっけ、ゾルガのやつが来てる。うちで組んでる人間はいないんだよな。の隕石のダブルレアも来たね。ダークスケッツは今回なんかその可愛いデーモンみたいなやつがカテゴリーなのかな。あ、そうそうそう、強欲なんとかグリードンっていうさ、ああ信頼ドラインのやつが、おお来た、おクランプ、いやクランプではないけど、これドラえんの SP 来たよ。え、さ、おっと最悪って言おうとしちゃったよ。ダスティンの SP じゃん。最悪なの。マリだよね。いや、なしなんだよ。マジかよ。一番なしだよ。あー、なさそうだね。そう、ないんだよ。来ました、フラッグバーグドラゴンです。組みたい方がいらっしゃる。クリードアサルト来ました。このなんとかアサルトって昔からあるシリーズだけどさ、イラストかっけえよな。かっこいい。クランプ出たっつって盛り上がりたいな。クランプって言いたいよ。前回もクランプはクランプはみたいなこと言って普通に終わった。あっ来た、来ました、おー来た、すげー、マジかクランプだ。即売ろ。マジで来た、すごい。これあの某フリマサイトでも今1万4000円とかするでしょ。マジかすごい、マジかすごい、ちょっと震えたよこれは。しかもなんかちょっとイラストめっちゃいいな。いいねこれ、すげえいいわ。すごい、あ、めっちゃいいね。当たるんだね本当に。ベルリーナエクスペクターが出ました。やったじゃん、トップレアじゃないですか。あ、それトップレア。あら、いいですね。これ SP だよね。グリードンの SP。あ、いいね。ライドラインのカードですね。そう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 。絶対入らないって言ってたラグレール先輩出ました。あ、それね、最低見たらね、2枚ぐらい入れたいなって思った。ほんまに？あ、望む枚数レストしてカウンターブラスト2貼るって書いてあるじゃん。うん、望む枚数なんでレストする枚数は0枚でもいいんですかみたいなのなんか最低でなんか書いてあってさ。はい、大丈夫ですって書いてあった。あ、そうなんだ。あ、さっきブラントゲット欲しい人がいるって言ってた黄色い髪の子です。あ、それ、それです、それです。どこに黄色い髪あんねんと思ってこいつの黄色い髪とかそういう問題じゃないでしょびっくりした。これあれだな、グリードン SP 出てたの。なんかライドラインのトリプルレアで SP があるの。そうだね、それは嬉しいね。うん、あのライドデッキに1枚入れとくだけでもいい気持ちになるんそうそう、しかもなんかそれがグレード2だったら SP からなんかトリプルに下がったとかあるけどグレ3っていうのがグレ3だったらね。そうそう、一番高いグレードで一番高いリアリティになってくれる。いい気持ちでいられるね。そうそうそう、でもペルソナライドした瞬間にいい気持ちなくなるんだけどレモンの人 SP 来ました。ありがとうございます。今回あなたが一番勝ってるんじゃない。ありがとうございます。日頃の行いありがとうございます、ね、日頃の行いで言ったらさ、そんなに俺も悪くないと思うんだけど。お、ネルトリンガー隕石のライドラインの一番上のやつです。もう来ました。ウレピーネ、個人的にすごい俺が今回推してるこの忍竜伏町まどか、これめっちゃ強いと思ってる。忍竜伏町まどか、タイマニンみたいなやつか。やめなせギリ P じゃん。感度3000倍。やめなせって。感度3000倍はセーフ、アウトで。じゃあ全部並べ終わりました。5箱分。ん、今回出た DSR。 いや、これすごいね本当。嬉しい。ここから出たの見れただけでびっくりしたもんね。本当に出るんだと思って。で、DSR が1枚の、普通の SP が1、2、3、4、5枚出たんで、なので DSR は SP 枠を食わずに出てくるみたいな。いいね。いい結果が見れたね。そう。いや、これ夢あるわ、ほんとマジで。他トリプルレアは、種類としては1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、今回はトリプルレア10種類だから出なかったのはない。ああ。そう。出なかったのはないんだけど、あ、でも結構こう1枚しか出てない。まあでも悲しみのトップレアベルリーナが1枚っていう。いや、そうだからこれは買い足さなきゃいけない。 あとこの辺りも1枚しかなくて、これ信頼ドラインのあのトリプルレアのグレード3だから、そうだね、ちょっとここはね、使う人はやっぱり買い足さないと。まあグリードンとかもやっぱりライドラインの1番目だから。今回さ、ライドラインのカードって新タイトルから全部にさペルソナライドがついてるから4枚揃えないっていうことはありえないじゃん。絶対買い足さなきゃいけないから、まあ箱で買ってる以上仕方ない。ダブルレアは5枚はなくて、4枚出てるやつと、まあ2枚出てるやつ、あとは1枚のやつが2種類だから、ダブルレアはまあそれなりに分かれて出てくれたんじゃないかなとは思います。はい、あ、でもそこで一番問題になってきた、前回もそうだったんだけど、レアが4枚揃わない事件が今回もあって、この今回優秀なトリガーのクリティカルトリガー効果付きのやつ、これがドラゴンエンパイアは2枚、ストイケイアは3枚。あ、揃ってないんだ。そう、揃ってないんだよ。なんとケテレサンクチュアリは5枚。偏ってんだよなちょっとそうだね。でブラントゲートは4枚っすね。4枚。なのでストイケイアとドラゴンエンパイアの人がちょっと足りてないっていう感じだ。ダークステイツも3枚ですね。あ、ダークステイツ3枚。うわー、ダークステイツとドラえん使ってる人間が
日頃の行いが悪いというわけだろう。俺じゃねえか。やめやめ。という感じの開封結果でした。じゃあね、バイバイ。